1,2,3,4 メル TV もかです。さくらです。ゆかです。未来です。ということで本日はドンキでこういう品交換、初めてじゃないですか。初めての企画、これ超楽しみです。まあ結構メルでいろんな購入品紹介とかしてきたと思うんですけど、うん、はい、今回は自分で欲しいものを買うんじゃなくて、こういうのが欲しいよっていうのをみんなに伝えて、それをみんなで買えば気づきと同時に得られるという、うん、確かに。なんかさ、いつもさ買ってるものさ、やっぱさ分かりやすいじゃん。商品見たらさ、うん、誰か買ってるか分かりやすいものとか多いじゃん。それがねまたね違うものに変わるってことだよね。ウーバー頼み合い的な企画。あ、そうね。そう、いやでもウーバーちょっと悪い気持ちだね。またね、なんかいやー、まさよ。ふざけすぎですよ。正直それはここじゃない。いやでも正直しないと結構たまに。なんかさ、いい人ぶってるけど意外とやばいみたいな。いやいや違うでしょ、作みだでしょ完全に。そうなのね、わかるわ。ゆっくり、いやゆっくり、もう攻め合いをして。ということで今回はそれをドンキで行うということで、なんか悩みとか言って察してもらえるようにする。確かにこんだけ仲いいんだからさ。そう、なんかそれこそウーバーの時みたいにこういうのが欲しいみたいなのをピンポイントで言うんじゃなくて、こう大まかに言ってアピールして3つぐらいじゃん。そう、3つぐらい。まず私は1つ目、ゆっくり寝たい。あー、寝れてないんだ。寝れてなさそう。なんか起きちゃう。それ寝る、悪口じゃない。え、悪口じゃない。いや、なんかいつもさ5時に起きたみたいな言ってんじゃん。あー、そう、確かに早起きだよ。さすがに最近5時には起きないけど、マジで6時間ぴったり以上寝られないの。だからもうちょっとゆっくり寝たい。なるほど、確かに。あと健康的に生きたい。まあもうそろそろティーンが終わっちゃうから、じゃあ健康的な生活を心がけていこうって思ってて、3つ目が Vlog。 最近個人チャンネルで Vlog 撮ること多くて、その時に使えそうなもの、雑貨とかさ、あー、なるほど、おしゃれな感じのものとかね、はい、欲しいなって。そうですよね。それを任してください。お願いしますね、みたいな。じゃあ次私ですね。私はまず1つ目、エクステなので髪のパサパサ感がちょっと気になってしまうので、それが1つ目のね。2つ目が最近ハマってることがなくて人生が面白くないので。ちょっと大丈夫なので、ハマりそうなもの、私がハマりそうだよって多分察してもらえると思うんで、本当にハマりそうなものを買ってほしい。3つ目は挑戦できる女になりたい。だから挑戦できる女ね。私っぽくないコスメとかそっち系のこと、まあ、何でもいいから挑戦できるの、私っぽくない私と真逆のものを買ってきてほしい。これ私だよね、買うの。そうそう、あんたですよ、うん、じゃあ次ミライちゃんですよ。はい、ね、ゆかじゃない、次ゆか今飛ばされた。ごめんごめんごめん、わざとか違う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 。でもゆか簡単だからマジで。あ、ゆか言っちゃって。1個目眠い、2つ目寒い、3つ目乾燥。なんか食べてる。いや本当にゆかはモカと逆で寝すぎるの。あ、そうなんだ。でも本当に気圧が低い時とかもう最悪なの。だからそれをなんとかしたい。あと寒いはもう寒い、うん、そのまま、うん、まあ確かに今の時期は寒すぎる、うん、あと乾燥は冬の時期乾燥してさ、うん、夕方になったらさメイクがこの辺がもう乾燥して寄れてきたりとか、肌がパキパキになったりとかするから、それをなんとかしたいなっていう。パキパキ任してよ。はいはい、最後見て。私はもうずっとねちっちゃい頃からの悩みなんですけど、毛量が多いんですよね髪の毛の、うん、あ、そう、たまにそう、毛量が多くていつもなんか寝起きとか顔の倍の毛量がボンってなんかもうね毛量が多くなるんですよ。まあ、それと最近ちょっと寝る前とか肌が痒くなるんですよ。あ、乾燥違う違う、そう、乾燥で、あとじんましん持ちなんです。あ、汚って言った。悩みなんですけどね、こうマジで寝れなくて、それでね、で乾燥でも痒いんですよ。でもう一つがリップが欲しくて、自分に似合うリップを探してるんですけど。でもゆか先生ですからね。え、そうだよ、ゆかそうめっちゃ得意選ぶの。そうだからこそリップが欲しいです。楽しみ、頑張る。みんな違った悩みでね。じゃあ早速買い出していきますか。はい、今期に買い出し行ってきたいと思います。はい、あ、ちょ裏切んない。マジで裏切らないでね。真剣に行こうね。真剣に行こうね。ではじゃあ行きますか。はい、せーの、レッツドンキ。はい、ということでドンキ着きました。マジで広いね。広いということでお買い物していきましょうか。ね、マジでさ、ふざけないね、ほんとにほんとに頼むよ、ほんとに。なんかもう顔が裏切ってる。ここ2人、ここ2人で、マジで。いや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 、ここでということで早速お買い物していきましょう。
ます。いってきます。まずタクチーは髪のパサパサが気になる、最近ハマってることがなくて人生が面白くないのでハマりそうなもの、挑戦できる女になりたいから私っぽくないコスメとかそっち系。髪のパサパサが気になるはさ、どう頑張ってもボケられないし普通にあれだから、これは普通に買いに行きます。まあ髪のパサパサが気になるならかぶってしまおうとかね、いっそのことね。待って、5階に行って人生面白くなりそうなものを買いたいと思います。普通にその悩み何、まずあ、トトロとかね、トトロとかでジブリの沼にハマってもらうとか。よしよしよし、桜っぽくないってどれなんだろう。まずカナが初めてすぎてもほんとごめんって感じなんですけど、完璧ですね。未来はモカに入りたいと思います。モカの悩みがゆっくり寝たい。待って、わかった、アイマスクで変なアイマスクとか、ゆっくり寝たい、健康的になりたい、 Vlog で使えそうなもの、料理とか雑貨とか、わかんない、健康的になりたいがちょっとよくわかんないんですよね。健康的になりたいって何ということで、3つ選び終わりました。モカは喜んでくれると思います。めっちゃ持って帰りにくいやつにしたい。ね、待って、可愛いの見つけちゃった、見て、可愛い、可愛い。このユカの悩みは寒い、眠い、乾燥の舐めてますね。もっと分かりやすいやつにしてほしいなっていう感じだったんですけれども、まあそうですね、自分でなんとかしろよって思うんですけど、普通になんかおもろいやつないかな。待って、おもろいの見つけた。くそ、これ見て、静かに眠ってくれますか。えぐい、これは面白い。では今からお会計していきたいと思います。バイバーイ。未来です。毛量が多い、体がかゆい、似合うリップが欲しい。知らねえよ、毛量が多いとか。え、でもこの回はちょっと真面目すぎ。いや、ほら、真面目すぎって言ってんじゃん。いやでも、体がかゆいは、私も体かゆくなるんですよ。で、その時に結構便利なのは爪。結構爪でかくから、爪があるとめっちゃ便利なんですよ。だからそれにしようかなって思ったんだけど、体がかゆいのってもしかしたら体洗ってないせいかもしれないじゃないですか。だから、洗濯洗剤とかボディーソープをプレゼントしたいなってちょっと思ってて。かゆい時とかさ、汗もスプレーとか粉じゃないですか。はい、粉っていろいろある。小麦粉とか。なんかベビーパウダーとかそういう系使ってましたもん。それでは今選び終わったのでみんなのところに戻りたいと思います。はい、じゃあまず私からモカに選んできました。もう本当にモカのことを思って考えましたね。あんま信用してないけどね。信用できないよ。まずお悩みもいってらっしゃる。親の字がゆっくり寝たい。そうですよね、はい、ゆっくり寝たい、寝たい、うん、なので、はい、寝てる子猫ちゃんを買って帰りました。意味わかんないんだけど、意味わかんないんだけど、僕がゆっくり寝たいので、だか ら, だから幸せそうに寝てる猫ちゃんを見て、あ、私も寝なきゃ宗教そうですね、寝るのがもうモカのためで買ってきました。で、なんかわかんないですけど、ここは伸びます。でも可愛い、普通に可愛い、意味わかんない、マジで意味わかんないけど、まあいいでしょ、まあまあ、はい、じゃあ2つ目が健康的になりたい、僕の将来がかかってるからね、マジそうだよ、じゃあコメカメハドラゴンボール、やばい、待って待って、関係な、まずどういう関係があるのか教えて。カメカメハわかりますか、わかりますけど、ドラゴンボールカメカメハ食らったらどうなると思います。飛んでく、飛んできますよね。飛んでったらパーって体が浮きますよね。そしたらもう元気の源じゃないですか。マジ本当にマジで未来が悪だすぎ、マジで未来が悪だすぎ、それはだからカメカメハをなるんです、自分でなって、でみんなに元気をカメハカメカメハカメカメハ、健康じゃないじゃん別に、与えて、ね、健康したらみんな元気になるでしょ、うん、あ、この人面白いって、じゃあもうみんなも元気になったらモカも元気になる、じゃあ健康になりたいんだけど、そう、元気ゴール、健康なんですか。3つ目の悩みは Vlog で使えそうなもの、雑貨とか、マジでさすがにこれをね、ちょっとつけちゃったので、つけてるよね、つけちゃったのでできました。 Vlog 絶対使ってね、これ楽しみにしよう。せーの、じゃーん、ゴシゴシ、マッチで最悪だ、マッチ
チです。これはまず楽しみ。絶対に使ってほしいです。しかもさ、ご丁寧に10回分も入ってるんだ。え大容量やばいね。だから Vlog10 回のうちに1回ずつ全部スコスを入れていこうかなっていう。10本撮れるじゃん動画、うん、でも持って帰ってない。持って帰ってない。はい、私は以上です。ありがとうございます。なんか本当にこれが不服、これはギリ、まあ、意味わかんないけど僕のためにはなるから、うん、でもスタートダッシュすごいね、うん。じゃあ次、私がサクチーに買ってきたものだね。じゃあサクチー、お悩みを。一つ目は、髪がパサパサだから気になるんだよねっていう。髪がパサパサだから気になる、うんうん、でもこれボキュームなくない、うん、え、マジでそうなの。だから結構真剣に、うん、どうぞなんか髪がパサパサって言ってたじゃん。こうエクステとかつけてパサパサになるって言ってたから、そのお悩みを解決したかったのね。私はどうしてもそのことなくしてしまえばいいんではないかっていう。いや確かに、まあまあ絶対早いと思う。絶対早いでしょ。また本気で被るわ。似合ってるね。めっちゃ可愛い。結構ねこうツルツルだから。うわパサパサ感ない。パサパサ感もないし。すごいツルツル。そういいな。嬉しい。ありがとうございます。ツルパゲ。なんだろか。で2個目なんだっけ。人生おもんないからハマってることが欲しい。これね普通に結構寄り添ってると思うんですよ。あら、おーこちらボクシングミット。ちょっと嬉しい。めっちゃいいじゃん。結構良くない？あれちょっとめっちゃいいじゃん。欲しい。女性のさ普通にキックボクシングとかのエクササイズとかもあるじゃん、うん、え、めっちゃいいじゃん。しかもさくら格闘技好きだから。好き好き。え、何？めっちゃ良くない？めっちゃ良くない？めっちゃいいじゃん。で、これも被る。これ被る。こんな感じですかね。ありがとうございます。結構ハマりそうじゃない？はい、ちょっと暑苦しいです。まず似合うと思ってんですか。そして最後、はい、私っぽくないやつ。違うよ違うよ。なんちゃらな女になりたいって言ってたじゃん。挑戦しやすい女。挑戦した女になりたい。挑戦できる女になりたい。そう、挑戦した女になりたいって言ってたじゃん。ありがとうね、うん、はい、いただきました。めっちゃ強そう。ちゃんと持って帰ってね。はい、持って帰ります。さすがに、はい、よし、次うちの出番。もう本当に怖いこいつ。はい、もうこれはですね、今からやっていきたいと思いますまず、はい、1つ目寒い。寒いからいきましょう。ね、本当に怖いんだけど。寒いって言ったらやってるよね。じゃあやばバカじゃないの。ペヤング焼きそば黒撃からやばということで、私これ食べたことあります。やばいよね。えぐいの。それ結構やばい。これえぐいやつなの。でも普通にうちのこと好きやん。だから普通に食べて。どうぞ。ボール好きな人だから買ってもらったものは食べる、うん、これマジ食べてほしい。お願い。しかも辛いものそんな得意じゃないじゃん。全然得意じゃない。確かに。じゃ人にはやばいけど、寒いならこれを辛いの食べて体温めなきゃっていう感じで。え、でも本当に温まりそう。これやばいけどさ、マジ病気になっちゃうよ。えぐいから、マジで一口でもいいから今度食べて。分かった。じゃあ二つ目お願いします。眠い。眠いですね。はい、分かりました。眠い、なんとじゃーん、かまってやばー。嘘でしょ。やばなんでそんなにかぶるの。もっとおそろいした。おそろい。鼻毛抜いて目覚まそう。マジやば。バカじゃないの。これね、これレンチンして接着剤みたいな温めて、それを鼻にぶっ刺すんだけど、結構熱いね。結構やけどすんじゃねこれっていうぐらい熱いの。そう、そういう痛みとかもあるから、それで目覚ましてもらいたい。目覚めそう。うん、バカ。はい、最後。仲良すぎだ。最後何でした。乾燥するんですよ。ああ、もうこれはでも簡単な話でした。いや、もう簡単です。いいですか、目つぶってください、はいはい、これ皆さん目つぶってください。あ、皆さん、せーの、目開けてー。バカ。肌の水です。重っ。あ、そうは違うからしかもさ、全部さ違う種類の水買ってくれたんだで、あ、どうやっぱ味変必要かなと思って。え、まだあんの。青汁セット買いましたから。あ、マジでいらん。青汁ってちょっと苦手な方多いんですけど、大容量の88パックとか。やばすぎ。やばい。さくらさんなくてよかった。ほんとに一番最悪じゃない。なんで、なんで。一番いらないんだけど。だって普通に持って帰るのがだるすぎる。それな。そうだる。ぜひこちら最悪。
じゃあ最後、私が未来に買ったもの、はい、楽しみ。意外とゆか、いや、ゆか結構ウーバーで一番かましてたよ。かましてない、かましてない。でもさ、ウーバーの時から未来への分かる、未来へのね、そう、執着心があるじゃん。そうそう、で未来にしかしできなかったりして、未来が一番やばかったんだもん。だからまあ、気にっていうわけでもないけ ど、ね、思いやりを持って考えました。はい、はい、悩みなんですか。毛量が多いことです。はい、毛量が多いということで、はい、これ、いいですか、チクっていいですか。一、はい、つ目の、悩みは毛量が多い、自分で何とかしろよ。最低言ってて、それだって言いました。だってさ、それだって言ったよ、髪の毛。髪の毛、美容室好きよって。ついても多いんだよ。毛量減らすって結構美容院じゃないと無理じゃん、まあね、だからゆかが手助けしてあげられることはポジティブにしてあげることだなと思いました。はい、頑張ります。ちょっと裏見せてほしい。キモい。あのミラクルリーゼント最高。ちょっとミラオもうリーゼント、うん、わ、すごい。え、すごい。すごい。めっちゃいいじゃん。待って、めっちゃいいじゃん。似合うんだけど。ちっちゃな頃の歯磨きで。めっちゃいいじゃん。似合うんだけど。似合う。似合う。すごい。あ、いいね。すごい。今日成人式かぼしり行こうぜ。めっちゃノリノリじゃん。めっちゃノリノリ。ね、待って、いいですね。いいね。じゃあ続いて、思考ね、次の悩みは何ですか。次の悩みは、かゆ、はい、あ、かゆい、体かゆいのって乾燥からくるものとかがあったりするの、結構、うん、だから乾燥をまず防いでもらおうと思って、こちらオリーブオイル。やば。オリーブオイルを塗って乾燥をして、塗るの、保湿をしていただきます。塗るオリーブオイルってこと。オイルって書いてあるから、オイルは結構体に良かったりするじゃん。まあまあ、これ、あれ、勘違いしちゃったんだ、体用と。これ体用と勘違いしちゃったってこと。うん、してない。あ、してない。これを塗ってほしい。エクストラバージンオイルってから、え、でもいいんじゃない、良さそうだよね。うん、そう、ベビーオイルとかもあるじゃん。それの違うバージョンみたいな。リーゼットだから、リーゼット分かったよ。そのオリーブオイルとかさ、塗ってもさ、ちょっとテカテカになりすぎるじゃん。こちらの優しいの小麦粉で。おい、未来は料理をするんですか。ママじゃないんですか。小麦粉で蓋をしていただきます。小麦粉とかでも代用できるかなと思って。ベビーバーだってやっぱ容量が少ないから、小麦粉の、しかも強力粉、えぐいなっていうやつで、強そうとかじゃないから。強力粉でも料理にもさ、普通に使えるから、うん、え、これ未来何の悩みでこれもらってんの。え、乾燥じゃなくて、かゆいかな。辛くなりそう。カチカチじゃね。で、次、はい、あ、なんだね、最後なんだ、リップ、リップだ。いや、リップ、こちら。これ、何、じゃじゃん、また。なんか、やってる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 よ。やばすぎ。やっぱ似合う色って言われたけど、でも正直わかんない。マットが好きなのか、ツヤが好きなのかとか、正直わかんなくて、まあ。種類はたくさんあるからね。そうそうそう。で、ここ見に行ったのね。そしたら、いろんな色が入って、1000円しなかったの。そんなことある？リップ今まで買ってきて。そんなさ、1,2,3,4,5 12色も入って、900円。あとさ、混ぜて使える？そう。混ぜて使える。何が混ぜて使える？茶色、茶色大人っぽい。混ぜて使える。マジ一番ふざけてる。え、ふざけてないんだけど。本当に一番ふざけてるよ。まあみんな反省会です、これ。でもさ、楽しかったよね。楽しかった。選んでくれてありがとう。ありがとう。てかなんか、普通にこんなに商品があって、こんなに揃うのがまずびっくりした。ね、それはなんで被るの？揃うのとかもやってみたい、いつか。ぜひ。被せる企画的な。あ、やりたい。確かに、やりたいかも、やりたい。てか、被りそう、うちら。被りそう。今日の動画はここまで。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。痛い痛い。謝ってください。この度は。交換会で飲みすぎてしまって、うん、ごめんなさいね、謝らせて。